こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、トヨタバスボールを紹介したいと思います。はい、なんとトヨタの車たちがおゲットできるバスボールです。おー、かっこいいですね。はい、トヨタバスボールです。ラインナップは全部5種類ですね。はい、じゃじゃーん。おー、人気がある車ばっかりです。まず、はい、おー、代表的なそのセダンのクラウンですね。で、次は、代表的な、まあ、これもボックスです。アルファード。で、あとミニボックスのノアですね。これ、代表的、SUV です。ハリアーと、これ、ベストセラーのプリウスです。はい、壮大のハイブリッドさんですね。いいですね。アリキングは SUV が大好きだから、ハリアー欲しいです。ハリアかクラウンかアルファードかどっちかがあれゲットできればいいですね。お中身ははい、カプセルではなくてそのままですね。はい、ですね、あとは香りはあれないね。はい、香りは特にありません。いいですね。おー、マスコットの、はい、ラインナップです。では、じゃあ早速開けましょうか。もしかしたら、白いかもしれない。マスコットの、はい、バスボールの色ですね。はい、開けまーす。はい、1、2、3。おー青です。同じ服、あれ、パッケージと同じ色ですね。さあ、じゃあ開けます、早速。じゃじゃーん。おー、綺麗なバスボールですね。本当にボールです。はい、音しないですから、カプセルではない。はい、では今から水セットします。はい、では今から水に入れますね。はい、1、2、3。おお、すごい、下まで行ったんだよね。おお、結構、お、泡が出てます。泡、じゃあこれ溢れますね。わあ、元気がいいですね。溢れました。結構元気がいいバスボールですね。はい、ということで、では少々お待ちください。はい、皆さんマスコットが植えてます。あ、白い車ですね。白い車といえばこの2種類しかないですね。おー、クラウンかノアか。はい、ではじゃあ今からちょっと開始したいと思います。はい、じゃじゃーん。手の中に、車のマスコットがあります。さあ、どんなマスコットで、白い車なので、クラウンかノアですね。アリキンクラウンが欲しいです。はい、じゃあ見ましょう。1、2、3。あノアです。はい、ノアでした。おー。はい、そうですね。これですね。いやー、ミニボックスで。あー、はい。バンです。あー、でもよくできてますね。はい、顔です。おー、ちゃんとできてる。はい。これはただ、はい。タイヤもしっかり、ね、ちっちゃいけど、書かれて、アルミニウムホイールが書かれてます。おー、後ろもこうなってます。ナンバープレートが欲しいです。あー、でもいいですね。スライディングドアもしっかり。あー、ドアミラーも、はい、再現されて。ああ、よくできてます。顔もですね。はい。模様がしっかりされてます。塗装されてます。おー。今回はトヨタノアです。いいですね。結構かわいい。結構気に入ってます。はい。いいですね。では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。はい、トヨタバスボールの、トヨタのノアです。おー。白い。車ですね。はい、かわいい。よくできてるマスコットです。Thank you.
はい、今から道路のプチジュラまで展示します、はい、道路のプチジュラまです。今トヨタのノアが走ってます。後ろに日産のフェアレディも走ってます。いいですね。はい、以上です。アルシンちゃんでした。今回はトヨタのバスボールを紹介しました。はい、じゃーん。ほほー、ラインナップはトヨタの有名な車ばっかりです。いいですね。おー、ラインナップはまずクラウンですね。はい、アルファード、ノア、ハリアとプリウスです。で、今回アルシンゲットしたのは、はい、おートヨタのノアです。じゃじゃーん。おー、かわいい。おー、ちっちゃいけどよくできてます。おーと顔が、ナンバープレートも書いてあります。これなんか書いてほしいですね。寂しい、シローは。はい、おー、まあ新車で、あのディーラーで展示されてるノアだと思ってください。いいですね、白い。おー、こっちも後ろもよくできてます。ここはナンバープレートですね。はい、かわいい。おー、上はこうなってます。じゃーん、いいですね。これ集めたいくなりますね、他のライン、あ、車も。はい、ということで、では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。